玄奈生産、金陵諸局本、玄奈生産は、当の玄奈7年に林だからによって編纂された、静止辞典。元十巻。現行の玄奈生産は、主に永楽大典の中に惹かれていた文章をもとに再編成された周一書である。作者は、新当女芸文史や、通詞詞属略女に林だからとする。当海王、殺譜、元気では作者を、 大果てとするが、これは、大果てが上を書いているために勘違いしたものである。序文から林だからは、災難の人であり、大長博士だったことがわかるが、それ以外については何もわからない。序によれば、謙奏の時に、最小の彫国公が林だからに命じて編纂させた。生を集めて、その由来などを説明した書物として、紀元前の、予본、二世紀の王、将。 風俗、道吉静史編、五世紀の何条典、声縁などがあるが、いずれも滅んで伝わらず、他の書物の引用が残るのみである。また、東大には直線で、しばしば静史録が編集され、上岸氏族史百巻、静史録二百巻、大東静族経録二百巻などの署名が知られるが、いずれも早く滅んだ。周一書ではあるものの、 玄羅生産は現存する当代の生死時点として、現在も生死に関する書物の中で、しばしば参照される。林田からの序文によると、国生である李氏を最初に置き、それ以外の生は、印者の順に並べられていたようである。各醒について、起源と、氷望むごとの著名な人物を記す。玄羅生産は、壮大にはすでに部分的にしか残っておらず、後に滅んだ。 四個前書に収録するときに、永楽大典の中から周囲して、当院の順に並べ直したが、儀主を書いていた。四個前書版は、完全とは言えず、後、下京七年に、孫、星広史と、甲明が交換した版が出版された。1915年には、羅新玉が交換した版が、1948年には、上海商務院書館から新中務の、 交換による版が出版された。ありがとうございます。